ついに始まる、若草の道ツアー。このツアーに参加する車両たちは、みんな、造血を楽しみにしている車両たちである。みんな、早く造血をしたって仕方がない様子。どんなことが起きるかはわからないが、参加車両なら、おそらく乗り越えられるだろう。さあ、出発当日の朝が来た。ピョンタプロデューサーからの以下のルールを確認の上、この動画をご覧ください。聞いたか？若草の道ツアーの件、結構参加するらしいぜ。相当この鉄道には4両編成が多いんだな。本線運用に不安があるはずだな。もっと6両編成車が増えればいいんだがな。おっと、あいつって誰だっけ？あいつか。明日のツアーで会うことになる東武8000系、こっちと別物さ。ある意味でハンターだから、迂闊に近づくと確実に怪我をするぞ。嫌な予感しかしないが、参加者が被害に遭わないことを祈るしかできない。プロデューサーも行くけど、不安なものは不安ですよね。言う通りだ。ただでさえこっちはラッピング仮とかがあるのに。ラッピング仮だと余計に心配だ。いよいよ俺らも6両編成の仲間入りされるんやな。6両になった後は、さらに格上の運用に入れそうね。どうだい？楽しみか？それとも不安か？正直、両方の面が干渉しとるわ。ところで、ビスタ EX はフル編成なのに、なぜ参加しようとしたんやろ？その件だが、こちら側では全ての特急が6両以上で運用しているのだ。で、今回、さらに造血編成を追加して、運用を増発してもらうこととなったのだ。その輸送のために参加しているのだ。みんな、揃っているかな？結構待ってたわ。楽しみで早く来ちゃいました。よし、いざ、若草の道ツアーの、始まりだ。
ここが大宮海南公園。海は見えないけれど、水に満ちた公園さ。あら、忙しいあの時間帯を忘れてまいそうやな。ま、働きすぎて偉いことになってしもうとる。どこかの年とはちゃうけどな。噂をしてると、どっかの車両の声が、こだましてきたわ。その声、以前、211系くんがどこかの、車両に、説教していた時にいた車両の、声ね。ああ、あいつか、あいつは JR 東の、205系さ。その件は OTSK は聞いたことがあるだろうか。22系くんから聞いたけど、下手すれば、東西分裂という事態になりかねないわ。それにしても、すごくのどかな場所だな。仕事がない時に休むのに、適しているな。都会人を連れてこれば、魔法のように生まれ変わったりしてな。しかし不思議なもんやな、充実しているのに、幸せになられへんとは、何が起きとるんやろうか。ああ、そのことだが、結構皮肉なもので、都心だと、一人一人が無駄に先走ってしまう。このせいで、お金と時間に縛られた生活となり、幸せになれない。という考えが妥当なのかもしれないな。おう、こっちはこっちで地球が飛んでおる。同じ線路を走っているのに、場所によって、幸福と不幸が明確に、分かれている。やはり、地方と都心においては、精神が明らかに違うようだ。そんな近くて遠い沿線の道の、奥の深さが、鉄道の線路には秘められているようである。お待ちしておりました。この度は、佐用電鉄浜島工場へお越しいただき、ありがとうございます。今回案内してまいります、横浜高速 Y500 と申します。本日は、どうぞよろしくお願いします。むむ、そちらは、最近人気沸騰中である、ユニット、セムフスの一人ではないか。由来は、三菱自慢の車内案内表示機の、技術や、港未来、副都心線、渋谷からだな。さて、そろそろ案内してくれないだろうか。尺が押しておるので。かしこまいりました。まずはこちらから案内いたします。お、あんなところにスナックカーがおるやん。どこの検査なん？こちらでは、床下の利き類の、検査を行っております。これまでで、事件みたいなことはあったか？近年では、本来見つかるはずのない、やりたぐいなどが見受けられております。沿線の治安の悪化が見込まれます。また、ここでは、終電装置や冷房装置の、具合も、確認しております。どないしたん？台車にやりとかが刺さっとるん？こちらでは、台車の点検を、行っております。お待たせしました。これより、各車両の増結を実施いたします。まずは俺から。これで増発ができるぞ。次はわしの番じゃ。さて、これで役に立つんじゃろうか。その後も順調に増結作業は完了してゆき、とうとう本来の増結すべき車両である E233 系の時が来た。一体、なぜこれまで2両のまま、放置していたのかが疑わしかったわね。やはり、今いるプロデューサーが、ポンコツだから手を抜きやがったんだな。そうやな、何人かがちゃんとしてへんから、
こっちが足引っ張られとるんや。まあ、どいつかは分かっとんねんけどな。ならば、本当にポンコツなのか、ここで確かめようではないか。あの演技か。あれだけは勘弁してほしかったのに。そうはさせない。あんたがしっかりしないから、JR 東にバカにされ、あんな仲間体質になったんだろ。それ、どういうこと？ああ、それは、今年の1月のことさ。奴らは本来投入する枠の、邪魔をしていたことが、判明したのさ。やっぱり。この絵、演技だけはダメな、なんだよ。さすがプロデューサー版問題児、やることが他のプロデューサーと、ずれてんな。そのような方が仕切り役であるとは、なかなか大変でいらっしゃいますね。毎度のことなんで。とはいえ、今回のツアーによって、今後の運用が安定しそうだな。このような機会がございましたら、ぜひ再びこの場所にてお会いしましょう。増結車両を求めて、企画された、若草の道ツアー。ここで新たに加わることとなる車両は、今後の運用でどのように、貢献するのか。そして、今後の物語において、どんな影響を与えるのか、今夜は眠れなさそうだな。いよいよ、第2期らしい企画が始まるな。そういえばそうだが、どんな企画なんだ？このシリーズの新しいオープニングの、作成さ。しかし、走行可能な機械が整っていない中で、うまく撮影できるのか。そこはニコ動ではおなじみの、仕様でこなせば問題あれへんで。どんな仕様なんだ？危険な感じがするぞ。次回、月宮急行鉄道第24話、未来に備えよ、新オープニング作成会、お楽しみに。